歴代史第221章ヨシャパテは彼の先祖たちと共に眠り先祖たちと共にダビデの町に葬られたその子ヨラムが代わって王となった彼には兄弟たちがいたヨシャパテの子たちでアザルヤエヒエルザカリヤア,アザルヤミカエルシェファテヤであった これらは皆、ユダの王、ヨシャパテの子たちであった。彼らの父は、彼らに銀、金、エリスグリの品々など、多くの賜り物を与え、また、それと共に、ユダにある防御イの町々を与えたが、王国はヨラムに与えた。彼は長男だったからである。ヨラムは、その父の王国に立つと、勢力を増し加え、その兄弟たちを一人残らず、剣にかけて殺し、 また、イスラエルの司たちのうち、幾人かを殺した。ヨラムは32歳で王となり、エルサレムで8年間王であった。彼はアハブの家の者がしたように、イスラエルの王たちの道に歩んだ。アハブの娘が彼の妻であったからである。彼は主の目の前に悪を行ったが、主はダビデと結ばれた契約のゆえに、ダビデの家を滅ぼすことを望まれなかった。主はダビデとその子孫に、 いつまでも灯火を与えようと約束されたからである。ヨラムの時代にエドムが背いてユダの支配から脱出し,し、自分たちの上に王を立てた。ヨラムは彼の司たちと共に全ての戦車を率いて渡って行き、野衆を試み、彼を包囲していたエドムと戦車隊長たちを撃った。しかしなお、エドムは背いてユダの支配から脱出した。今日もそうである。 リブナもまた、その時に背いて、その支配から脱しようとした。これは彼がその父祖の神、主を捨て去ったからである。その上、彼はユダの山々に高きところを作り、エルサレムの住民に陰行を行わせ、ユダを迷わせた。時に、預言者エリアの元から、彼のところに書状が届いたが、そこには次のように記されていた。あなたの父、ダビデの神、主はこう仰せられます。 あなたがあなたの父ヨシャパテの道にも、ユダの王アサの道にも歩まず、イスラエルの王たちの道に歩み、アハズの家が陰謀を行わせたように、ユダとエルサレムの住民に陰謀を行わせたので、またそればかりでなく、あなたは自分よりも善良なあなたの兄弟たち、あなたの父の家の者を殺したので、見よ、主は大きな災害をもって、あなたの民、あなたの子たち、あなたの妻たち、 あなたの全財産を打つ。あなた自身は内臓の病気で大病を患い、日々にその病が進んで、内臓が外に出るまでになる。主枠主人の近くにいたペリシテ人とアラビア人の霊を奮い立たせて、ヨラムに敵対させられたので、彼らはユダに登って攻め入り、王宮の中で目に留まった全ての財産と、彼の子や妻たちを奪い去った。その結果、彼には、 マッシのエホアハツのほか、男の子は誰も残らなかった。これらすべてのことの後、主は彼を、その内臓を打たれた。彼は不治の病になった。年はめぐり、二年の終わりが来ると、彼の内臓は病のために外に出てしまい、ついに彼は重病のとこで死んだ。彼の民は、彼の父祖たちのために甲をたいたようには、彼のために甲を炊かなかった。 彼は三十二歳で王となり、エルサレムで八年間王であった。彼は人々に愛されることなく世を去った。人々は彼をダビデの町に葬ったが、王たちの墓には収めなかった。